こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、1週間ぐらい前の動画なんですけど、自分のね撮った写真、金色に輝く雲と虹のね画像、もう1年以上前にね撮影した写真なんですけど、そのね写真をシェアしてから機運がねすごくね上がったような気がして、それでFacebook で1年前のね思い出っていう、そんな感じで通知が来て、それでそれを見ますとね、1年前に、画像を投稿してたっていう、そんなねものを見まして、そしてからこの写真覚えてるな、すごくねいいななんて言って、それからね少しすごくねその写真が気に入ってしまいまして、自分はねツイッターに上げたりとか、またねフェイスブックに上げたりとかしていました。そしたらねそのね1年前にそれをねシェアしてから本当にね自分のね金運っていうのがねすごく上がったようなね気がしてたんで、そのね紹介を1週間ぐらい前のね動画でしたんですが、金運爆上がり、この写真をシェアしてから金運が上がりましたみたいな、そんなねタイトルだったと思うんですけど、それをね流した後、結構ね自分がね撮影したその金色に輝く雲と虹の写真、それをね欲しい人いたら連絡くださいっていうことを言いましたら、数名の方がね、その写真が欲しいっていうことで連絡いただきましたし、その YouTube 上でスクショでも何でもね撮ってくださいみたいな、そんなことをしましたら、なんとね待ち受けにしてくださった方から連絡が来まして、効果がねあったっていうね、そんなね連絡がありましたのでね、ちょっとねそれをね紹介したいななんて思います。コメントでね来たやつなんですけど、ちょっとね読んでいきます。こんばんは、財布マジックからこちらの動画見させていただいてます。で、金運アップのたけちゃんさんの虹と金色雲の画像、あまりにも綺麗だったので携帯の待ち受けにしました。早速ハンドメイドの品物売れて、わずかな金額ですが嬉しかったです。そして今日は宝くじ200円で4等当たりました。すごいっていうね、そんなねコメントが入りまして、すぐでもなかったですけど、5日後ぐらいに連絡が来たっていうことですね。それで自分のね返信が、こんばんは、動画を見てくださいましてどうもありがとうございます。金色の雲と虹の写真を待ち受けにしてくれたのですね。しかも早くも効果があったようで、自分のことのように嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ついてるついてるついてるっていうね、そんなねお返しをしたんですが、こういったものっていうのはね、なんかね自分も結構ねいいなって思うのはね、すぐにねやったりして、それで結果も出ないうちにね動画でねこんなのやってみましたみたいな、そんな感じで話したり、赤いノートだったりとかね、水を飲むときにいいこと言うとか、いろいろね、財布マジックもそうですよね。自分がね聞いてすぐにねいいなって思ったのをすぐにねやったりすると、やっぱね効果があるのっていうのはね、やっぱすぐにやったやつっていうのはねすごくねいい結果がね出るなーなんて、そんなことも思いまして、この方もね僕のねその写真を見てくださって、それで綺麗っていう風に思って、待ち受けにしてくれた。そしたらねハンドメイドのものが売れたっていうことは、フリマサイト、メルカリとかね楽馬とかいろいろあると思うんですけど、それのねなんかでこう売れたんでしょうかね。なのでねすぐにね効果が出たっていうことで、それでなんとね宝くじも4等200円で4等っていうのは、いくらぐらいのね金額のものが当たったのかちょっとわからないんですけど、それでもね真っ当がになるより4等とかね当たったっていうことはね、すごくね喜ぶべきことかななんて、そんな風にね思って、僕もね最後にねすごいなんて書いてあるので、自分もねすごいななんて、そんな本当にね自分のね撮った画像なんですけど、すごいななんて、そんな風にもね思いました。やっぱりねこういったのはすごくねワクワクする、そういった気持ちがね
を持ちながらこういったのをねやるとすごくね効果が良くて、まあ一番最初に自分がね、まあ、財布マジックの話聞いた時これすごいぞみたいな、そんな風にねすごくワクワクして、それですぐにね、まあ、動画を撮って、まあ、すぐね自分もね実践したっていう、そんなね記憶があります。それでまあね自分がそのね動画を、まあ、見てすぐにねその話をねしたんですけど、なんとねその僕のね動画を見てくれて、またねその時ね本当にチャンネル登録者さんなんて本当まあ何十人っていう、そんな時に なんとね僕の動画を見てくれて、それで財布マジックをね実際にやってくださった方がなんとね宝くじの、まあ、高額当選、まあ、チャンスセンターでね交換できない額が当たったっていう、そんなね報告をいただきまして、それでまあ自分ねその報告いただいた時にまだ覚えてるんですけど、本当にね、まあ、興奮してしまいまして、仕事中だったにもかかわらずちょっとね仕事を抜け出してすぐにでもね動画にしたいっていうね、そんな気持ちがあって、すぐにね、まあ、車、まあ、会社の駐車場の中でね、まあ、車の中で撮影したんですけど、まあ、そのね興奮した状態で、まあ、車の中で撮影して、それでそれをねアップしたら、なんとねそれが、まあ、バズったって言うんでしょうかね。まあそこからね自分のチャンネル登録者さんと視聴者さんもすごくね増えて、それでまあ何週間後かのね自分のね誕生日に1000人に達成したっていう、そんなね思い出がありますんで、やっぱね自分もすぐにねこうそうやって動画に出したっていうことでね、すごいいい結果が出まして、まあ、自分のね動画を見て くださって、それでね実行して、まあ、財布マジックをやって宝くじが当たったっていう方もいれば、こうやってね画像をまあこうスクショかなんかして、それでそれをまあ中継にしたら、まあ、こうやってハンドメイドのものがすぐ売れたとか、宝くじが当たったっていう、そんなね報告いただきまして、やっぱりねこういうのってスピードっていうかね、こういいなって思ったらすぐやってみるっていうのはすごくね大事なのかななんて、そんな風にね思いました。自分もね結構ねいろいろねすぐにやっては、まあ、すぐやめてねやめちゃうなんていうのもねたくさんあるんですけど、でもねやっぱねすぐにやったものっていうのはね結果っていうのはいい結果が出てるのが多いんじゃないかななんて自分でもね感じますんで、なんかねいいなって思ったらすぐやってみるっていうのはね大事だなって思います。それで、まあ、そのね画像なんですけど、まあここにね今じゃあ出すんですけど、まあ、これねこう YouTube だと横長なんですけど、自分がね実際撮った写真っていうのはスクエアで正方形 なので、まあ、それをねうまく加工して、まあ、スマホのね縦の画像にしたりとか、まあできると思うんで、もしね LINE の方に連絡いただければ、またそのねスクエアにした、まあ、スクエアの元のね写真の画像、それをねまあプレゼントっていうか差し上げますので、連絡いただいた方にはね差し上げます。まあね連絡いただかなくてもこのねYouTube のこのね画面をスクショしてくださって、まあ、50にね待ち受けするなりなんなりしてもらってもいいので、まあ、自分でね撮っときながらすごくねこんなに効果がね あったこんなっていうか、まだね連絡いただいたのはね1人だったんですけど、でもね、まあ、自分はねすごく嬉しくて、まあ、ちょっとねあそうだすごいってすごいって言ってくれた時ね自分もすごいってね思ったので、本当にねちょっとねこれもねまた自分も興奮してよしこれ動画撮ろうなんてそんな風にね思ってたことなので、まあ、このね画像本当にねシェアしてよかったななんてそんな風に今思っております。なのでね画像欲しいって方は LINE でもいいですし、これスクショ撮っていただいてもいいんですが、ご連絡いただければ、まあ、スクエアの写真をねお送りしますんで、連絡お待ちしております。はい、それではね今日は自分がねシェアした金色黄金に輝く雲と虹のね画像で、まあねいい結果が出たっていう、そのね話をしてみました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。